どうもブラです。さあそれではスプラトゥーン3ですね、やっていきたいと思います。今回は96ガロンデコ使っていきたいと思います。ということで、さあ相手はデュアルスイーパーカスタムかで、カーボンローラーでいこう。パブロスプラローラーということで、さあではまずは手を固めて抜けて、相手のね強ポジ行きたいところ、差し入れといてカーリングボム注意。さあちょっと高いとこから、さあメガホン注意して、相手のね強い場所、さあちゃんとビーコン置いてあるから、それをしっかり壊していきながらと、やっぱ相手ちゃんと見てるんですよね。ここにねシールド置いて狙うの強い。あ、相手ちゃんとジャンプしていくの偉い。あ、おしおしおし、インク回復して引きながら打ったらいける。よーし、2人いく、ナイス、すごい来てる。よしよし、ナイス、メガホンレーザーも、さあグレートバリアも、さあもうちょっと出てよいかも。たまる、さあしっかりと暴れ回っていきたいが、相手動くの早いな。誰か1人ぐらい持っていきたいけど、さあ再び強墓地に戻って、ナイス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 。さあ味方飛んでくる、さあこれローラーいけそう。よしよしよし、さあもう一人行かれたけど、デュアルスイーパーカスタムナイス。さあではガチアサリ草屋温泉のステージですね、やっていきたいと思います。96ガロンデコですね、やっていきたいと思いますが、これ手よいかね使うのめちゃくちゃうまい人だったらキル何人か持ってきたりとかするんですけどね、使う難しいんですけど、やっぱ相手のとこ強制に入っていけてね、安全に飛ばしたりとかできるっていうのは非常に強い。さあ縫い状況取ってトーピード注意、さあ縫い状況しっかり取って、さあ味方あさりもある、さあカモン押したけど、いや来ないか、よしまし、一人倒して、でと、まあ、カバーが入りましたけども、難しいですね。まあ難しいけど前線は上がった、よしよしよし、まあシールド置いて塗り状況取ってくる、足もっとマジで、うん、相手塗りがちょっと強い。さあまあ落ち着いて、普通にガロンとかそんなも強いので、ここ入らせないようにしたい。いやーグレートバリアそれは強い。ホップソナーか、1人持ってって、雑に使えるグレートバリアが非常に強いが、しっかり守ってしっかり守って、よしよし、これでも相手は大丈夫かな。ガチャス持ってる人がね、ここにいて、さあまず塗り状況しっかりと、ボムがめっちゃ来る、スプラッシュボムが、これアサリ持って、これ味方に渡して飛んできてもらいたいところ、よしこも抜けてしまって、よし倒すでしょう。さあトーピードがね、トーピード、さあこれ手前にいる、これ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 、よし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 、さあシールドを置いてから、これいける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 、シールド置いて、よしよし、ナイス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 、よし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 、さあこれいけるかな、相手いそうやけども、インクが濡れてたんでやけど、よしよし、近距離しっかり当てていく。さあアサリが欲しいところをできるだけキープして、いやーイカロール発動しないか、発動させるつもりだったんですけどね、ボム強いな。さあまあ落ち着いて、これインクレール
こっち側もできるだけ行かせないで、できるだけ射程生かして遠くから。スプラッシュボムがね、めっちゃ飛んでくるので。ポップソナ。よしよし、しっかり貫いて。さあ、強ポジ。シールド貼って、メガホンか。これかわしていけたら美味しいけど。ナーイス。よし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 。トーピード。スプラッシュボムがめっちゃ来るけど。さあ、射程活かして。よしよしよし。さあ、これ入れる。よし、切る。オッケー、いいよ。よし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 。さてこっちもね、しっかり塗ってきてるんで、塗り替えしていきまして、射程をできるだけ最大射程で生かして塗っていく。そしてデイオイトが溜まった。これあえてこっちから来る。よし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 。ゴールに行くだけが全てではないので、しっかり相手のね持ってるアサリを潰していくとか、そんなんもやってと。じわじわいってもいい。じわじわ。よし、キル取る。ジャンプ。いやーボム強い。まあ相手のアサリ潰したら OK ですね。相手あとガチアサリ持ってないと負けなんで。相手アサリ持った。ただバリアここで入ったのは大きい。こっちの手前で吐かせなかったのは、インフレールも取っといて、よりジュークを整えて。あ、これゴールいけそう。ナーイス。さてはガチアグラですね。なめろう金属でやっていきたいと思います。ということで、さあでは今回はバケットスロッシャーですね、使っていきたいと思います。この武器もね、よく上位で見かけるんですけど、まあ、ヤグラ絶対止めれるし、スプラッシュボム強いし、ということで、相手若葉シューター、鉛筆は強いですね。鉛筆はマイナージースタンドついてるの強くて、いい場所に立ってるので、あれ避けていきたい。さあ、ほっとそな。雑に入ってますよ。トリプルトルネード下が、これホップソナーが、アールペンがいい感じですね。アールペン止めれば非常に動きやすい。あとモミジシューター、マニューバーか。よしよし。さあ結構で正面からね、回転高台飛び伸びたりとかしても大きいんですけど、右側もいますね。よしよし、一回倒す。ボムと。で、メインとって感じで。これいけそう。よし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 。さあ、これいる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 。トーピードがね。これ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 。よしよしよし。さあ、トリプルトリウムが吐けたが、さあこれ手前にねいるのもありがたいですね。デスしてすぐ復帰できる。ナーイス。さてガチアグラですね、スメーシーワールドやっていきたいと思います。ここのステージはね、トリプルトルネード下から打っても強い。こことか、倍外低下、突然トリプルトルネード来るみたいなこともできるので、さあここいきなり行けたら美味しいんですけどね。さあ行けるかどうか。もういますね。これは相手イグザミナいるんで、エナジースタンドがね、ずっと構えてるんですよね。あれずっと構えてる。これ見た目も見れるけど、音も聞こえる。さあトリプルトルネード発動。さあスプラッシュボム倒して
草行くと見せかけて潜伏から、あの右高とこの左の高台ですね、取ったらだいぶ大きいんですけども、よしよしよし、結構この武器射程あるんでバシャバシャいける。さあ雑に投げて、よし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 、潜伏刺さりますね。ちょっとスニーキングして、あえて降りてきたら美味しいんですけど、よし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 、4、じゃあいけるかな、あ、よしよしよし、さあ17までいった。うん、まあまあ最初によく進められたんで、最初進めてしまえばまあ油断はできないけど、トリプルトルネードで止めていけるので、相手どこにいるかしっかり確認しつつ、エグザミナーそこで櫓の上でグレートバリアか、後ろから攻めていくか、味方と一緒にね、よし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 、冷静に、あれも作戦ですからね、しっかりと潜伏とかして、よし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 、さあ投げて差し取り持っていく、よし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 、4、こっち側も取れてる、あそこにいるって感じ、相手の後ろの方にボムをしっかり投げて、相手もうまいこと抜いてきましたね、復活ペナルティ、この中央取れてるとね非常に大きい、盤面取れてるとポップスナーも発動、リッターに圧かけて、いろんな場所から、うん、こっちから行けてるので、よしトリプルトルネード、相手は強固時からね、どかしていきたいとかしていきたい、あ、これ抜かれないように注意、インクが、インクで足がね、足がよしよしよし、足が取られてなんか動きがめっちゃ遅くなるってことあるんで、いやーそれはもうイカロールが出ない、矢倉の上で9番ボム使いやすいんですけどね、スプラッシュボムうまいこと乗せることができれば、まあ盤面は整ってるので落ち着いていきたい、よし、まあ持っていく、まあ相手もグレートバリアでね無理やり進められるし、リッターがめちゃくちゃ調子よくて上振れしたらバンバン抜かれたらやばいので、あとイグザミナーの復帰が早くて冷静に、よしよし持っていく、ナーイス、さあこれ、さあトリプルトネード、よしよしよし、アイテムだいぶね進んできたんで、これナーイス、ジャンプをねしっかり買っとくのはほんまに大事、手前に敵がいるとほんま手前処理してないと取り返しつかなかったりとかねするので、さあ相手右側とここの下かいて局舎で狙ってきてる、上がってこようとしてる、あお、そのスプラッシュもうまい、うまいねー、ちゃんとあのサブ性能を積んでますよね、スプラッシュブームが遠くに飛ぶ、あれ個人的に結構おすすめですね、遠くに投げられるって本当に強くて、通常であればまあ相手ボム投げてきたりも射程このぐらいだなってなるんですけど、それが伸びるとはこんな遠く届くのかってなってやられやすいんで、さあとトリプルトルネードしっかり溜めていきたいところ、カウンターも勝ってはいるので、ホップソナーエナジースタンド、さあ詰めといったところ、これも手前からスペシャル溜めていきたいか、スプラッシュボムをうまいこと乗せたりとかして、よし、さあではガチアグラですね、マンタマリア号のステージでやっていきたいと思います。ではまあ今回はゴーニーガロン使っていきたいと思いますけども、相手ロングブラスター2人いますね、あの武器もおすすめです、強い、
さスパッタリースプラッシューターコラボということで、まあ櫓のね、櫓に本当に向いてる武器たちなんで、最初できるだけカウント取っていきたい。さあ1人もう1人2人倒してった。できるだけね最初進めていきたいところ。さあ分状況を取って、これバリア置いて、よしよしよし、2人やる。メガホンレーザーがもうちょっと溜まるので、この壁も塗ってと。さあメガホンレーザー発動して、これこれこれ、おお、はい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 、落ちていきましたね。この気を気を気を気、ほんま動きがみんな早いんで、よし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 。さあシールドとで、こっから登れるので登ってって取っちゃって、相手の爆風注意、爆風注意、これできるだけ耐えていきたい。でメガホンレーザーが溜まる、これ、い、生きていく生きていく、生存生存、よしよしよし、しっかり倒す。もう一回上がっていきますか。こういう上がれるとかこういうの知っとくと結構大きな差になるんで、やってったらいいですね。これよし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 、乗りますか。これ倒していきたいけど、相手の機動力があんまりないとこを生かして、よし、メガホンレーザーがもうちょっとたまらず使いたかったけど、あー、いけるか、あとほんのもうちょっと、多分全然ノックアウトとかもありえるので。青、これは、あ、ロングブラスター一撃。さあこれちょっと手前復帰して、まあ6まではいったと、あとほんの少しですね。ちょっと塗り状況を取って溜めていきながら、よし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 。さあこれ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 、よし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 。さあメガホンレーザー、さあもう一人倒しての、あー、しっかり塗ってある、よしよし、塗り返していきながら。さあ相手あそこにいる9番ボム、あー、これブラスターがもう一発当たっちゃうとね、もう次爆風でやられちゃうんで、あそこからめっちゃ硬いですね、残りの。これ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 、よしよし、局射で当てる。結構この武器射程ありますんでね。さセンサーがあるけども、さあ冷静に、さここまで入られるとめっちゃカウント取られやすいから、できるだけ入らせないように。あとこの高い場所、そこにいるの強い。さしっかり倒していくが、相手にも持ってかれる。さあ相手右の高台、高台をねできるだけ取らせないように。これちょっとメガホン貯めて使っていきたいとこですね。ナーイス、よし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 。さあワイパッド取った、できるだけ前線を上げてって、塗り状況も整えてって、のもうあそこにいる。さあメガホンメガホン、あー、うまい一撃。さあ復帰してっての、高台高台、あ、よしよし、まあ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 、よしよしよし、おー、ワイプアウト、ナイス。さあしっかりと、あ、9番も注意、裏ボムとかになってしまうとね、こっちやられるんで、これ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 、どっちかどっちか行きたいけよ。これね、今ちょっと迷っちゃいましたね。どっちを倒すか。右倒しといた方が良かったかもしれない。近くて狙いやすかった。さあ、矢倉、できるだけ進める。相手が進める距離が多くなるように。ちょっと違った場所行ってと。ナイス。
さあではガチヤグラですね、湯の花大渓谷のステージでやっていきたいと思いますが、よろしくお願いします。ということで、さあではゴーニガロン使っていきたいと思いますけども、相手はリッターにローラーに若葉シュータースプラシューターということで、結構強い感じの編成なんで、塗り住居しっかり整えて少しずつ前線上げていきたい。左右両方リッターがそこにいる。あーバシャバシャやばい。可愛らしい名前、キャラメルが好きなんでしょうね。あーこっちもちゃん、可愛らしい名前。さあエナジースタンド、さあこのエナジースタンド取ってからできるだけ人生上げていきたいところ。さあまず一人倒す、可愛らしいけどこれはしっかりとねキル取ってくる感じのなんで、可愛いからといって油断してはいけない。さあメガホンレール発動、カレ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 、しっかりシールドを置いて前線上げていきながら、この高台にもいるので、青そこのグレートバリア、いや惜しい、いやここにトラップあったの強い。よしよしよし、まあ一人持っていく。ちょっと塗り状況が、塗り状況取っていきたいですね。ローラーが大暴れできるので、シナジスタグナイス、これこれこれ、ローラー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 が強い。よしナイス、これあえてこっちから行く。いや後ろからも来てる。よしよし、メガホンレーザー発動、これこれこれ、いやセンサー厄介。いやこれなんですよね、うまいリッターの人逃げんの早いし、トラップとパシパシとかでやってくるんで、トラップほんま強いなと思いますね。センサー入るだけじゃなくてダメージ入るんで、そこになんかちょっとダメージ食らってるとそこでもパシュートもやられちゃうんで、さあこれよし、これは美味しい、これこれ逃さずに、よし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 、もうちょっとメガホンレーザー溜まりますんで使っていきまして、無理やり上げていきながらこの強い場所でいきたいところであるが、ちょっと敵がねたくさんいすぎた。さあただビーコンナイス、あービーコン壊してきてるってことは、あっこにね敵がいるってことなんで、マップを一瞬開いた時に状況判断めっちゃ大事。よし、73と取れる4、ほんとそんな、よし、一回壊して、ノット。よし、しっかり圧かけて、これ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 、よしよし。よーし。これ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 、よし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 、これは非常に大きい。で、できるだけ前線上げて、これも、ああ、でももう復帰してきてる。これね、相手の復帰が遅ければ、高台取っていこうと思ったんですけどね。さあ、ビーコンナイスー。ビーコンエナジースタンドほんまに強い、相手から取ったら厄介、パワーアップしてめっちゃ復帰が早いんで、いやこれは無理してでもいいか、相手はカウント取ろうと思って前にガンガン来ると思うんで、よしよし、ここで乗っちゃう。このビーコンマジでナイスでしたね。大丈夫大丈夫、これ意外と人型だって当たらないんで、柱真ん中にいて、で相手の車線とかも柱の真ん中 で乗ってきた敵を倒して、で奥でしょう、でメガホンレーザー発動して人型状態になって、人型以下状態でも当たり判定違うので、まあそんな感じで。それでは最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、 SNS フォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。